皆さんこんにちこは。んにちは。週刊金曜日チャンネルの時間です。金曜日の平井です。小林です。はい。今週はですね、一部二部に分けておりまして、一部は、編集長の方から今週号のその裏話などをお聞きしたいなと。で、二部の方はですね、共謀罪、今の国会、やはり通常国会でメインになっているのはその大臣の辞任の話もありますけども、法案としてはやはり共謀罪、奨学金の話もありますが、で、共謀罪、法務委員会にかかりますので、法務省が今、法案をこう修正しているという段階かと思いますけども、衆議院法務委員会のですね、しかも政党に唯一属していない、上西さゆり議員、週刊金曜日でも昨年登場しまして、話題でした。はい、意外とこういう人だったんだと、いうことが分かったかなと思うんですけども、その上西議員にですね、お話を聞いてきましたので、そちらを後半の方で取り上げたいと思います。よろしくお願いしまはい。す。じゃあまず、小林さんの方から、今週号についてお願いします。今週号は産経新聞を取り上げています。産経新聞は、今歴史戦ということで、本当の歴史を、多分反日の勢力から取り戻そうという、そういうキャンペーンもうをやっ長々ていとやまってます。すよね。それに対して、違うぞということを、今週号ではやってます。取り上げているのは、慰安婦の問題、南京虐殺の問題で、東京裁判なんですね。で、慰安婦の問題についてはうちでももう何回も取り上げてきてはいるんですけれども、それでもやはり繰り返し繰り返し、産経新聞が、強制連行の問題だとか、繰り返し言うことによってそれが事実として、こう広められてしまうという、それはやはり怖いなということで、金曜日も、キャンペーンを張って、違うぞということを言っていきたいと思っています。今回は、吉方美紀さんが、また登場されて、強制連行、これ吉田証言が、もう朝日新聞が、取り上げたことで国際的に広まってしまったんだということを、産経新聞は言ってます。で、これその主張を、昨年の、女性差別撤廃委員会、国連の場でも杉山審議官が、発言をして、これも大変、批判を受けましたけれども、それは違うんだと、吉田証言が、韓国の、強制連行、慰安婦狩りの、について、話題になった時、吉田証言というのはほとんど重視されてなかったということを、吉方美紀さんが、きちんと検証しています。で、強制連行の問題に関しては、上村隆さんが、畔蒜、産経新聞の政治部、編集委員と、ガチンコで対決をして、その時のことも、取り上げてますね。で、結局あの時も、産経新聞も実は、同じ書き方をしていたということで、それを、畔蒜さんが知らなかったということが、暴露されたわけなんですけれどまあ、ネッも、トで今もあれ載ってるんですか？そうなんです、載ってます結ね。構驚きましたよね。驚きました。何も知らずに記事書いてましたからね。そうなんですよ。で、なんであれを長々と載せたなんだろうというふうに私も疑問に思ってたんですけど、今回実は、産経ウォッチャーの、高島信義さんと、野川、元和さんが、対談されていて、そのことに触れているんですけど、あまりにも長すぎて読者は読めないということで載せたんじゃないのかというふうなこともなんか、おっしゃっていて、なるほどなというふうに思いました。あと南京、東京裁判についても、これは違うぞということを、取り上げてます。ぜひお読みください。それと今週号、特に私、面白かったなというふうに思うのは、吉川真一さんの、政治と、鷲尾浩一さんの経済、これ1ページずつのコラムなんですけど、非常に中身が、面白かったです。というのは、最高裁の人事を取り上げてるんですけれども、これが、通常の、方に収まっている、
だけれども実は中身を見ると、うん、探偵主導というのが非常に強く現れている、うん、ということを、書かれていて、これはすごく面白い記事だなというふうに思いました、うん、それとあと鷲尾光一さんの方の記事も、2017年度の予算、これで国債費が、国債の発行額が下がっているということと、あと国債への、うん、歳入の依存度が、うん、下がっているということが、言われているんだけど実は、うん、そうじゃないんだということを、うん、分析をされていて、これも非常に小粒でもピリッとした記事で、うん、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなというふうに思いました。鷲尾さんは今回は2回目ぐらいですか？2回目だったかな、はい、そうですね、経済コラムは筆者を、大幅ではないですけども入れ替えて、でも3人ぐらい変わってるんですよね。佐々木さんだけの、はい、佐々木実さんだけ残っていまして、市場と権力書かれた、あと浜野織子さん、高橋信明さん、塩越さんというふうに、はい、リニューアルをしてですね、なかなか達者では読めないような経済情報を入れているという形になっております。はい、はいはい、ぜひ、お読みいただければと思います。はい、では今週号も週刊金曜日、よろしくお願いいたします。はい、よいしょ。それでは続きましては、衆議院法務委員会でこれから共謀罪が審議されると思うんですけども、その法務委員の一人で、いらっしゃるですね、衆院議員の上西さゆりさんにですね、法務委員会、法務省、そして外務省、から、官僚のレクチャーというのがあるんですけども、それを受けたり現在しているということなので、その裏話などをお聞きしに行きました。では続いてどうぞ。皆さんこんにちは。週刊金曜日チャンネル、今日は出張して、参りました。永田町ですね。で隣にいらっしゃるのはご存知、国会議員、衆院議員の上西さゆりさんです。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、上西さんが、法務委員会の委員でいらっしゃるということで、はい、今日はお聞きしたいと思って来てるんですけども、はい、とはいえ上西さんというと、ですね、はい、日本維新の会のですね、最もこう本質というか特徴をよく分かってらっしゃっていてですね、はっきりものをおっしゃられる方だった。そうですね、はい、一番最初から、維新が国政制度を立ち上げて一番最初からいてるんで、はい、中身のこととかもね、いろいろ知ってるから、はい、そうですね、だから向こうの人たち嫌がってるのかもしれないですけどね。嫌がってますよね、ちょっと出てこいって言っても逃げてると相手にしないっていう体でね、いろいろ、はい、話されてますけども、はい、それはもう話されて困ることがあるのかなと思いますけど、最近上西さんから見ていてですね、はい、日本維新の会、迷走してるように僕は感じるんですけども、すごいですよね、はい、迷走の仕方が、一番最初に大阪の橋本徹さんと東京の石原慎太郎さんが一つになったっていう時点で、はい、もう考え方がそもそもそんなに合致しているわけではないのに一緒になって、はい、で東京に来ると、国政政党には橋本徹さんいらっしゃらないから、うん、石原慎太郎さんが仕切っていくわけじゃないですか、はい、どんどん右傾化していくっていうね、うん、なんかどんどん政策変わっていっちゃったんですよね。既得権益打破とか言いながらも、はい、当然石原さんだとか平沼さんはそんなことは困るわけで、ちょっと変わってきましたよね、うん、でその頃から変わってたんですけど、はい、今ですよね、大阪維新の会になってから、もうめちゃくちゃですよね。本会議場でも維新の質問時間になると空気がなんか変わるんですよ、はい、なんていうのか、ヤジが飛ぶとかじゃなくて、もうみんな聞いてないんですよ。なんかすごいリラックスタイムになるんですよね。それ質問の内容も悪いと思うんですけど、例えば、国民の皆さんがワクワクドキドキするような政治とかね、はい、で与党でもない野党でもないとか言うんですけど、政治家がまず立場をはっきりさせないっていうのは非常に問題があると思うんですよね、でいつも質問の時にここが問題だここが問題だとかおっしゃるんですけど、はい、でも賛成をするわけですよ最後に、何がしたいんだかよくわからないなっていうのもありますよね。なるほど。あまり相手にされてないということなんですかね、国会議員の方々からね。だって、あれだけ自民党にごまをすっているにもかかわらず、質問で身を切る改革っていつものお得意なやつをやったんですけど、そしたら安倍総理、もう頭から否定してましたからね。だからもうちょっと限界が来てるのかなっていうふうに思いますよね。なるほど。
まあ、身を切る改革といえばあの都知事選の時もですね、はい、あのあ都知事選というか、先日の千代田区長選だったりとか、今の都議選に向けて、東京都は公明党と、はい、あの自民党が分かれてるじゃないですか、はい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 、それは公明党が、うん、まあ、小池知事が出てきたことを意識して身を切る改革と言って議員報酬削減を掲げようとしたところ、はい、自民党が、はい、むしろ渋ったというかですね、審議違反だということで揉めちゃったと、うん、で公明党はある意味その国政レベルまで及ばないにしても東京都の中では、うん、あの、まあやはり、ね、イデオロギーがしっかりしてるからっていうところもあって、はい、協力しない今状況が続いていると、うん、はい、しかしながら維新というのはまあカジノ法案、なども賛成して、はい、あれはまさに大阪にこうカジノを作ろうとしている、まあ、当然松井さんにしろ、はい、まあ、維新の議員は、まあ、あのパーティー券買ってもらったっていうのを指摘されてましたけど、はい、まあ、IR を持ってくるって、まあ、利権がありますから、うんうん、で、まあ、そうでなくても松井さんって言ったら、まあ、あの住之江協定 の、ね、はい、あの件もありますし、うん、まあ、結構維新ってあの建設関係とかも多いんですよね、うんうん、だから、まあ、その利権、まあ、当然あるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん、あの人たちの問題点は、ね、いつも薄っぺらいんですよね、すごく。あのこれをすると観光客がいっぱい来ますとか、うん、もうすごく薄くって、ね、あのTPP の時も他党の議員から、はい、あの人たちは TPP を10秒貿易協定と勘違いしてるんじゃないかとかいうふうなことまで言われてるような感じで、うん、まあ、理解してないんでしょうね、馬場さんとかの話を聞いてると特に。うん、なるほど。あの、まあ、次第に維新というものの姿が浮かび上がってきてると思いますけども、うん、はい、その話はまたあの、はい、お聞きしたいと思うんですけども、はい、今日はですね、先ほどあの法務委員会、はい、衆議院の法務委員会の、唯一の無所属の委員として入ってらっしゃるということで、はい、これは自由にですね、あの共謀罪について、お話を聞けるかなと思って来てるっていうのがまあ趣旨なんですけども、はい、で上西さんは共謀罪、これはまあテロ準備罪とかですね、うん、名称を変えるって言われてますけども、はい、まあ、今日は共謀罪ということでお話ししたいと思うんですが、はい、共謀罪についてはどのようなこう立場でいらっしゃるんですか。まあ、立場としてはもうこれ明確に反対ということなんですね、はい、でまあ、理由としてはこれ以上今、うん、あの警察の権力を増大させる、はい、強化させる必要があるのかっていうのが、うん、あの理由なんです、端的に申し上げると、うんうん、なるほど。共謀罪によってそのどのようなこう権力が、まあ、よく言われているのは、まあ、あまりいい言葉じゃないですけど、はい、普通の会社員が居酒屋でみんなに飲みに行って酔っ払って、うん、あの上司ムカつくな殺してやろうかとか、まあ、そういうふうなこと話をしただけで逮捕とか、はい、そういうふうな極端な話ではないんですよ、うんうん、それはまあ皆さんご存じ分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、そういう極端な話ではないですけど、うん、まあ、この前あの法務省と外務省をここに呼んで、はい、あ呼ばれて、はい、官僚の方、そうなんですよ、はい、いろいろ話を聞いたんですけど、判断基準としては、その犯罪を実行する部隊を持っているかどうかっていうことだったんですよね、うん、はい、でただその部隊っていうのを判断する基準っていうのをこれ明確にされてないもんですから、うん、はい、じゃあそれを判断するのは警察っていうことになるんですよね。うん、そうすると反社会勢力が話をした、はい、あるいは一般の国民が話をした、うん、これに対しての解釈をどのように解釈するのかっていうのを警察に委ねられてしまうわけなんですよね。うん、で、前の国会で通信傍受法なんかも成立しましたけれども、はい、それによって、まあ、どんどん警察の捜査っていうのはどんどんしやすくなるんですけど、はい、これ以上警察の、まあ、権力を強化するっていうことが果たして、まあ、必要なのか、そういうところの審議もしていかないといけないと思っているんですよね。うん、警察の権力というか、まあ、本当に現場に一番近い、うん、あの権力って実はまあ警察だと思うんですよね、はい、日常的に接する機会も多くて、はいはい、で警察のまあ権限が増えていくことっていうのは一般の人のこの自由というものも狭まっていくことそうですね、ことだと思うんですけども、はい、まあ、その法務省がまあ管轄で持ってる、まあ、今回進めてると思うんですけども、現在の法務委員会、はい、というのはこの法案との距離感ではどうなんでしょうか。2月中には法務委員会開かれるんですか。ですね、今現時点では、はい、金田大臣の件があるんで、はい、文書問題ですね、はい、文書問題もあるので、
2月中には開かれないんじゃないかっていうことが言われてます。3月になってもう開かれるかどうかっていうようなことを言われているので、まあ、今実際何も決まっていない状態なんで、まあ、この共謀罪に関しては私としてはもう審議の時間もないまま流れていったらいいんじゃないかなっていうふうなくらい思っているんですが、まあ、やっぱり本委員会で取り扱われることっていうのは共謀罪だけではないですし、まあ、人権だったりそういうことも扱っているので、そっちの話に審議に関して影響が出てくるのは困るなっていうのがあります。なるほど、すべて止まってそうしまですうとね。いうことの問題だと。で、共謀罪というのは、まあ、その内容もさることながら、国際的なですね、要請で、作らなければいけないということが言われてるんですけども、そうなんこでれはす。実際のところどうなんでしょこれ、共謀罪の、新設がないと、TOC に批准できないっていうふうに安倍総理だとか法務省ずっと説明をしているんですが、TOC っていうのは、国際組織犯罪防防止止条条約約っていのう略称ですのね。に批准をできないっていうことを言ってるんですけれども、これは全く間違っていて、この条約は自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取るっていうふうに定められているんですね。で、実際にアメリカは共謀罪条項を留保している。で、ウクライナも条約に言う重大な犯罪を国内法の定義に合わせる取り扱いをするということで留保宣言して対応しているんですね。で、実際に187カ国がこの条約に批准をしているんですけれども、実際に批准するために共謀罪を新設した国っていうのは2つだけなんですよね。だから実際、まあ、これはもう本当にもうこの共謀罪を、ちゃんと成立させるための自民党与党の言い訳だっていうふうに思ってるんですよ。要するに、まあ、これまでも何回もこの法案審議されて廃案になってますけど、今回も法務省としては、まあ、名前も変えてあげたからいいじゃない。で、一番最初、共謀罪が適用される法案が約600あったっていうあったんですけれども、今はもうそれが約半分以下に減らされているんですよ。だから一番最初にバッと出してきて、みんなを「え、そんなにいっぱいはダメなんじゃないの？」っていうところでぶち開けておいて、で、まあ、それも半分以下に減らしてあげたから成立させてくださいよっていうような感じで。なるほど。その法務省であったり官僚の方々が、来た時にですね、まあ、成立することをもうすでに見込んだような話とかされたりしてるんですか？そうですね。だから、どの法案に対してもそうなんですよ。これはもう今のこの第二次安倍そう政なんです権よ、においずって。とそうで、例えば、まあ、給付型奨学金のこともそうなんですけど、まだ審議も始まってないのに、4月1日からはもうその給付されるっていうことになってますから、もうめちゃくちゃなんですよね。もうだから来られる時もいつも、まあ、何月を目安に成立をする法案ですっていう説明をしに来るわけなんですよね。だからちょっといくらなんでも傲慢なんじゃないかなって政権運営がというふうになる思うんでほど。すよね。すでにもう自民党さん、公明党さんと話ついてるそから、うなんですよ。だってもう決まったものとして説明しに来そうてなんいるですと。よ。こういうふうな法案ですみたいなので、こういうふうな形でいつをめどに成立をさせていただきたいと思ってますみたいな。なるほど。っていそういう説う、明になっちゃいますね。そうですね。まあ、本音が非常に見えていいっちゃいいんですけど、でもそれって正常な審議をできる場ではないなっていうふうに思いますね。国会で議論する意味がないですよそうでね。すね。そうですか。まあ、そういう生々しい官僚の実態というのもありますけども、少なくとも2月は法務委員会開かれる見込みはないと、その金田大臣の追及がありと、で3月、まあ、開かれるようになったとしたら、そのまあいろいろ質問されていってとそういうでこすとでね。すまあ、基ね。本的には無所属っていうと質問時間取れないんですけど、ただそれはもう理事の委員会理事の、皆さん方にお願いをして、まあ、質問時間をいただけるっていうことなんで、ちゃんと言っていきたいなと思いますね。分かりました。ぜひとも週刊協議も共謀罪には、まあ、反対している立場でして、ちょっとここにありましたけど、今週号ではですね、詐欺師の時代と共謀罪ということで、まあ、寺島しのぶさんと山田久子さんの対談なども載せたりしています。ですね。
なので、これからまたいろいろ動きがありましたら、はい、いろいろとまたきよみチャンネル出てきていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。